消防士が乗ってる車について。いい車っすよね、みんな。全く俺の同期にしよう。はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。はい、ということで今回も始まりま、はい、今回も始まりました FFA チャンネル。はい、はい、ではですね、消防あるある行きましょうか。はい、次はえ、僕っすか。じゃあ行きましょうか、はい。どうしようかな。消防あるある、何でしょうかな。OK です。はい、わかりました。はじめね、消防学校卒業した後、消防署に配置されるじゃないですか。はい、消防署配属されて2年目、3年目の頃、特に大きい消防本部になった人ね、うん、他省の人たちと集まる機会がありましたと、うん、先輩か後輩か分かんないから、とりあえず挨拶するみたいな。分かるわ、上品だな、うん。この人ちゃんと後輩だよなって思いつつも、万が一先輩だった時が怖いから一応ちゃんと挨拶するっていう、うんうんうん、ありますね。でだからよく聞いた話、俺は実際言わないけど、うん、よくなんか何年か入って何年かして、うん、でもまだ会ったことない先輩がね、他社でいたとして、はじ、い、めまして誰々ですみたいなって言ったら、やめてください僕後輩ですみたいなパターンとかあったらしい。なるほど。後輩が老けてたらね。顔がね。そうそう。ああ、確かにね、確かにそれはありますね。でプラスなんかね、同い年でも僕あったんですけど、同い年で普通に先輩入ったのが先の同い年の人、うん、でも普通に敬語で喋ってきてくれたりとか、全然タメ語でいいんですけど、なんか向こうが遠慮してるみたいな。そう、なんかそんなもあって、なんかちょっと複雑な関係。一応消防だけじゃないと思うんですけど、入った順、入社した順、うん、基本的には、ね、なるんですけど、まあ消防ってなると、まあ、高卒、若かったらね19歳の子が入ってくる、うん、で、まあ東証だったら29かまで受けれるんで、うん、10歳差あるわけですよ。そうだね。そうだから10歳近く下の先輩とかもね、うん、あるんで、そのあたりのやりづらさってのは若干あるのかなとは、ね、うん、なるほどね、うん、はい、なんかありました今の件で。はい、僕は大卒で一応、ね、まんま入って、そのまま入ったけど、うんうんうん、ストレートで、うん、でもやっぱ高卒の先輩がいるわけ。ああ、いますね、はいはいはい。で、一番大きかったら3期上の、そっか、いくつぐらいな、そう、自分が23の時に21個、あ、21歳とか、4級やったら22歳とかってなるわけじゃん。の人たちは、でもなんか結構もう僕の、なんだろう、キャラもあってかわかんないけど、うん、お互いこうタメ口になって話してるって。あ、ただそれを最初からやりすぎると上司に目がつけられて、そう、それなんですよ。ね、それがね難しいところなんですよ。そうそう、うん、なんであいつ先輩タメ口なんだみたいな感じになっちゃう。そこが難しいところです ね, ね。その2人の関係性できてても、上、あの周りから見た時に、ね、目があるので、そこは注意してもらいたいなと思います。あの本当に注意されてる人いたんで、そう、気をつけてください。はい、ということで今回の本題に入ります。はい、今回はですね、消防士が乗ってる車についてなんですよね。で実際これね、ちょっとコメントがあったので喋ろうと思ったんですが、コメントあったのが、先輩よりいい車って乗っていいんですかみたいな、うん、はいはい、ね、うん、そう、なんとなくわかります。わ、うん、はい、かるよ。で、まあもう具体例というか実際にあったお話をした方が分かりやすいと思うんですけど、まあ、僕の同期ですね、うん、地方の同期、やっぱりね、車買ってる人が数人いたんですよね、うん、で、一人は、まあ、入ってすぐじゃないんですけど、うん、3年後ぐらいかな、うん、もう新発売、新発売っていうのかな。その新発売、ケンちゃんの健康原理を。新発売レクサスじゃない、レクサスじゃない、ごめんなさい、カットしてください。新しい、あ、新型ハリア、うん、あ、はい、買ってたんですよ。500万ぐらいするやつって言ってました。うん、俺と一緒じゃん。そう、めっちゃいいやつ、なんかわかんないですけど、めっちゃいいやつ買ってたんですよ。で、まあそいつは多分その時25ぐらい、俺もその年ですよ。そのくらいで買ってました。ただ僕の同期で、まあ一番年上の人がいるんですけど、その人は消防入る前かもしれないですけど、レクサス買ってました。なるほど。そう、
でも別に何か言われてるとかはなかったです、うん、あいい車乗ってんなみたいな、うんうんうん、まあ、中古だったらしいですけど、うん、それでもレクサスなんで、中古でも価格はでかいからね。そうそうそうでも何かそれで内科医に言われてるような感じは全くなかったです。何、うん、かありました？僕は、うん、いやな、まあ自分もさっき言ってた新型ハリアはいはいはい、年齢も俺25歳の時に買った、うんうん、25歳かごめんなさい24歳か、うんうん、の時に買ったんだけど、で俺も新型ハリア買って、でもなんかやっぱり別に先輩がなんやかんや言われるっていうよりは、おーお前新車で買ったのかみたいな、うんうん、で物色されまくるっていう感じ。あー、うん、なるほどね。そうそうそう、確かにそれはあるかもしれないですね。でちょうど庁舎を、耐震工事してたのね。はい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 、その影響で耐震工事してくれる業者さんが来るじゃん、うん、でその人たちが車を置く場所っていうのを確保するために、うん、ちょっと自分たちの車もなんか移動したりなんだりとかっていうのをなんか1日1回はやらなきゃいけない時があって、うん、その人たちが帰ったらじゃあ車また向こうに戻すみたいな、うんうん、でその時間でみんなが自分の車を戻すってわけじゃなくて、まあ移動できる、移動させられる人たちが下に降りてきて車をそのみんなのキー使って、なるほどね、その時に俺のを先輩とかがちょっと乗って濡らしてみるじゃないけどっていうのは結構ちょっと嫌だったでしょ、うん、ちょっと嫌だったああ確かに。いやまあ菊島さんのところは結構車で通勤できたっていうところですね。そうです。ああなるほど。僕のところはもう基本的にみんなチャリとかバイクでしたね。車で来てる人はほとんどいなかった。あ、そうなんだ。そうなんですよ。だからこうなんか研修があって車で来ないといけないとか、うん、そういう時にまあ、自分の車を披露目するような形になるんですけど、だからこう余計なんか言われるみたいなのが全然なかったです。そうそうそう。だから、特にね田舎になればなるほどやっぱり自分の家から署までの距離っていうのがすごくね遠くなったりとか、まあ山道とかもあるところもあると思うんで、まあ車必須になってくると思うんですけど、まあそれなりにいい車は買えますよね。だからそれについて何やかんや言う人もいないし、うん、上司もそれなりにいい車乗ってる。そうだね、好きな人は結局いい車、うん、いい車っていうか好きな車乗ってるからね。そうですよね。まあもう僕の同期で言ったらもうさっき言ったようにハリアーとレクサスとアルファードとハイエースとアウトランダーとか、うん、もういい車ですよね。みんな全く俺の同期も一緒だそうですよね。みんなでかいやつ乗ってましたね、うん、でも本当に上司の方々もそんなもうベンツとか乗ってる人もいましたし、ね、もう外車もガンガンいましたね。BMW とかね。あ、いましたいました、うん、BM もいたしアウディもいましたね、はい、そういう感じでもうみんな好きな車乗ってるんで、うん、あんまり気にしなくていいかなって個人的には思います、うん、はい、ただどうしてもね自分の車触られたくないっていう人もいると思うんで、まあでも菊島さんみたいなパターンもありまして、うん、ちょっと乗せてくれよみたいな、うん、あるかもしれないんで、そこだけは、うん、ちょっと分かっといてほしいかなと思います、うん、はい、ちょっと合わせます。思いますのタイミングがねもう完璧に分かるようになってきたからね。そうっすよね、こんだけ喋ってた。そうそうそう。でまあ今車の話しましたけど、バイクも同じような感じでなんかすごいなんかこんなん乗ってる人も、あアップハンみたいな、うん、ちょっとだけね、 あのいつもは普通のやつで来るけどたまにこれで来る人もいる。マジか。もう50ぐらいの人だし。あ、それはね。そう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 、うん、でもまあうん僕ちょっとバイクわかんないですけど、まあでもなんかなかなか良さそうなやつで乗ってきてる人もいました、若手で、うん、でもそれでもなんか言ってくるような人はいないし、むしろバイク好きの人とこう結構いい感じで喋ってるみたいなのがあったんで、まあその車とかバイクの乗り物で上司と仲良くなったりっていうのは逆にあるかもしれないです、うん、仲が悪くなるみたいなことは絶対ないと思います、うん、バイク好きだったらツーリングとかね一緒に行ったりね、先輩後輩関係なんかあったよ。あ、そうなんですか。こっちチャリはありましたね。ああなる。あでもチャリもあるよ。サイクリング。でチャリで言ったら怒られるけどね、その人たちも。まあ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 、まあ、そうですね。うん。まあ確かに。100万以上かかってる自転車乗ってる人。ねえ、いますよね。なんか変にこだわってて、まあ、変にとか言っちゃダメだ。はい。まあまあまあこだわりは大事だと思いますよ。はい。ということで、まあ今回ちょっと乗り物について、消防士が乗ってる車についてお話しさせてもらいました。はい、皆さんもね、消防士なったらというか、まあ好きな車乗って、楽しんでもらったらいいかなと思います。はい、ということで、またね概要欄の方のチェックとチャンネル登録やってもらったら嬉しいです。
はい、ということで今回動画は以上になります。バイバイ。バイバイ。